タケルたちは3体の魔空戦人のエネルギーの爆発に巻き込まれ、出雲の第一の月ハヤスに飛ばされていた。そこでタケルたちは無数のロボットに追いかけられる。さらにキルヌイという不思議な女性が現れ、壁画に描かれた惑星イカルガ滅亡までの物語をタケルたちに語って聞かせた。そしてキルヌイはタケルを一人穴の中に落とし、幻の三日月と戦わせるのだった。竜のゆりかご。逃げるばかりでは概要の名が泣くぞ、三日月。空間転移でエネルギーを消耗したのが貴様の敗因だ。100万年もの間守られ続けてきたこの聖地にもついに魔空戦士の手が。静まりなさい。今こそ我らが身をもって侵略者たちと戦う時なのです。ダメ、畜生、誰か助けに来やがな。あの少年も我々が待ち望んでいた救世主ではなかった。待ち続けるのも今日が最後かもしれません。誰かいねえのか。ダメ、概要とオロチ玉をおとなしく渡しさえすれば、俺から月読み様に取りなしてやらんでもない。はっ、麗しき友情というやつか。貴様のリーダー風には虫唾が走る。口が減らんな。あやつらハヤスの遺跡を吹っ飛ばす気か。兄さん、あ、いかん音。くアーモンのやつ。兄さん逃がしはせん。あ、厄介なことになったの。まさかやつらまでハヤスに来とったとは。タケル、こら、てめえら。タケル、無事だったんだね。無事じゃねえだろ。少年たちよ、試しの時は終わりました。あなたたちは安全なところへお逃げなさい。なんだと、人をひでえ目に合わせといて何を今さら。今はその理由を説明している時間はありません。さあ、再び彼らの戻らぬうちに早く。勝手なこと言いやがって。魔法、わし逃げるぞい。僕も、タケル。この後、何を見たとしてもあなたたちとは関わりのないこと、決して立ち止まってはいけません。これは、さすがの貴様も手詰まりのようだな、三日月。エネルギーが底をついた概要に初めから勝ち目はなかったのだ。とどめもさせぬ男が何を言う。貴様の知らぬは斧を振り回すしか能がないのか。それでは霧読みが潰した風の音大差ないな。言ったはずだ、
修羅脳は魔空戦人の中でも最強最大。見せてやる修羅脳の真の力。おいしるがいい三日月。いや、冷たいのか？死体、ここはお墓だったの？いや、この地にはまだ無数の命の揺らめきが感じられる。一つ一つはごくかすかなものじゃがな。月読みに滅ぼされたイカルガの民の生き残りじゃ。百万年もの長きにわたって眠り続けておったのじゃよ。眠っている？この冷たい殻の中で。生身の人間が長い年月を待ち続けるには他に方法がないんじゃろう。そうか、イカルガの人たちが眠っている大切な場所だったんだ。だからあのハニハニ野郎どもが俺たちをここに近づけないようにしてたんだな。それなのにあいつら、そろそろ限界だろう。おとなしく降参して俺に従え。確かに修羅脳のパワーなかなかのものだ。だがパイロットが貴様ごときではな。なんだと？何？エネルギーの放出が止まらぬ。これは？大王は波の魔空戦人ではないのだ。修羅脳のパワーいただいたぞ。大王を見ろ、新たなるエネルギーに打ち震えている。貴様にも教えてやろう、大王の真の力をな。何？いいざまだな、アモ。とどめだ。三日月、死ねえ！など所詮外王の敵ではないのだ。兄さん、あの野郎、ちょっとあれ見て。なんだこいつらは。あいつらまさか。そうか。
ハヤスに逃げ延びたというイカルガ人の生き残りか。愚かな外王に歯向かう気か。無理だよ、頭でかなうわけない。スサノオじゃ。なんで水の中に。あー、タケル、死に損ないが。それほどまでに滅ぼされたいか。まとめてイカルガの同胞のもとへ送り届けてやる。まだ、まだまだ、無茶だわ、サノなしで。魔法やい、ミカシチ、俺が相手になってやる。こんなところで貴様に会えるとはな。外洋から降りて勝負しろ。誘いに乗ってやろう、ヤマトタケル。俺の手で切り刻んでくれる。お前らどいてろ。実に涼やかじゃ。この金色の太刀、
どうした、とどめを刺してみろ。敵であるこの俺を殺す度胸もないのか。とんだ腰抜けだな。運命は再びあの少年を試そうとしている。タケル、母さん。やめなさい、タケル。お父さんに任せるのよ。父さんと一緒に俺も戦うんだ。お父さんは戦ったりしないわ。なんで？戦わなきゃこっちがやられちまう。戦わないなんて勇気がないんだ。戦うことだけが勇気じゃないのよ、タケル。戦うことだけが勇気じゃない。勇気じゃない。金色の太刀を腰に帯びし、たけり立つ怒りに我を忘れることなく、竜のゆりかごにまたがりて我らを母なる星へ導く。やはりあなただったのですね、竜よ。今こそ目覚め、救世主を運ぶゆりかごとなれ。まさしく竜のゆりかご。スサノオからエネルギーを得て100万年の眠りから目覚めたのじゃ。なんだこいつは。水晶球がなんだと。パワーが吸い取られていく。おのれ。竜のゆりかご。星の魂の集まる場所がどこなのか、それは私には分かりません。ですがそこへあなたたちを導く者なら知っています。俺たちを導く者って？ヤタの鏡。ヤタの鏡。第三の月、波早へ行きなさい。竜のゆりかごがあなたたちを運んでくれるでしょう。キヌヌイさんは一緒に行ってくれないんですか？私はここで待ちます。あの、お薬を。行きなさい、竜のゆりかごに乗り波早へ。体の中に機械みたいなのが詰まってた。全ては待つためじゃよ。100万年にわたって母なる星イカルガへと導いてくれる者の訪れを待ち続けていたんじゃ。100万年か。タケル。ん？さっきはなぜ途中で戦いをやめたの？三日月が私の兄さんだから。そんなんじゃねえよ。母さんの顔が目の前に浮かんだんだ。そしたら、なんか…え？真の勇気ある者は怒りや憎しみによって己を見失うことがない。引くべき時は引き、戦うべき時には戦う。タケルはそれを悟ったんじゃ。ひょっとして俺ってすげえのかな。何調子に乗ってんの。魔空戦士は生優しい相手じゃないのよ。あんたが情けをかけるなんて100万年早いってものよ。なんだよ。くまほ。ありがとう、タケル。
怒りや憎しみは何者も生み出さない。だから自分の感情のためだけでなく、正義のために戦ってくださいね。そしていつの日にかイカルガの星も。100万年待った甲斐がありましたね。犯人！懐かしい夕暮れは切ない香り、窓越しに揺れている優しい光、帰っておいで迷わぬように一人きりで泣かないで、帰り道さえ忘れかけた遠いふるさとへ、竜のゆりかごに乗って波早に向かっていた俺たちは突然怪しい光に襲われたんだ。竜のゆりかごは操縦不能となり、第二の月ヒムカに不時着すると、そこに一組の親子が住んでいた。俺の父さんのことを知っているおじさんたちは何者なの？次回、ヤマトタケル月世界の地球人、絶対見てくるよ。